ょっと全体にちょっとお話しかけてください。はい、マイクです、マイクです、マイクのテスト中です。はい、継続責任、そうですね、あ、マイクです、マイクです。だいぶ人が、まばらになってきました。マイクです、マイクです。マイクです、マイクのテスト中です。マイクです、マイクです、マイクのテスト中です。相模原キャンパスより生中継です。マイクです、マイクです。それでは、この枠の放送ではですね、はい、お願いします。では管制室の映像に入ります。はい、まずですね、午前中と午前中から今までにあった出来事を簡単におさらいしておきたいと思います。聞こえますか。午前中から今までに起きた出来事について簡単におさらいをしておきたいと思います。今日のですね、8時49分ちょうどに、暁は金星の周回する軌道に投入するためにエンジンの逆噴射を行いました。で、予定通りであればこのあと9時1分にその噴射が終了をして、その後確認が取れるはずだったんですけれども、噴射をしたというところまでは分かったんですけれども、その後通信が回復せずに、ちょっと行方不明の状態が続いていました。ところがその後日本時間の10時28分頃に、暁からの電波が受信されまして、でこの受信した時の、アンテナというのがですね、ローリンアンテナという、広範囲に信号を送れるんですけれども、一度にその送れる情報量が、すごく小さい、そういったアンテナ、一番その、性能は低いんだけれども広い範囲に送れるよという、そういうアンテナで受信ができました。で一応とりあえず今のところ、暁がどういう軌道を回っているかとか、どういう状況にあるかということは不明なんですけれども、とりあえず暁は生きているということだけが今分かってます。で今のところ最新の話では、中離得アンテナという、その低離得アンテナよりも、1個性能が上、情報量はもう少したくさん送れる、でただちょっとその分送れる範囲はちょっと小さくなるというアンテナがあるんですが、それで今、情報を受けようとしているところらしいのですが、今の現段階ではまだ確率、通信が確率はできていないということです。今の段階ではそこまでしか情報が入っていません。以上です。
どうしましょう。はい。まあね。それでいいっすよ。今回の枠、自分の枠では、はい、メインでは、ちょっとね、せっかくなので、この相模原キャンパスの展示場を、紹介しながらみんなで回ろうという感じでいたんですが、ちょっと思ったよりですね、はい、このお客さんは多いので、ちょっと行けるところまで頑張っていますが、行けなかったら、まあ、そこで、それ以上先には、っていう感じになりそうです。はい。はい、ということで、じゃあ、皆さんでですね、はい、それを見て回りましょう。このじゃあデザインでいきますか。ブラブラ干すのすいません。すいません。パネル越しじゃないよね。ただパネルが通るじゃないので。天文観測衛星はるかという機体です。で、あれ、ロジックよね。です。ロジックですか。今、読み上げましょう。目的としては、活動銀河核の高解像度の撮像、そして異常な明るさを持つ天体の構造変化の観測。そして、読み上げてきた時間が短くなるんですよね。要するに電波を使った、天文学というものを、行う、そういった衛星です。なるほど。そうですね。地球の部分は、あるいは、あるいは地球にある電波を見ると、はい、この地球にある電波を見るようになっているものです。そうです。この部分です。そうです。そうなんですね。はい。実証を行ったわけですね。科学的な観測をやる上に、そういう工学的な実証をやったわけです。で、その機会は、1997年2月の12日にですね、ニューファウンドというロケットの1号機で打ち上げられまして、2005年の11月30日に運用が終了されました。じゃあ、鹿の攻めるか。はい、僕は。はい、なに、ネコさん、もうちょっと。これ、実物ですよね。大きさは実物大ですよね。エンジニアリングモデルでしょ。これですか。この、あ、奥のでっかいやつは。奥のその銀色のやつは、おそらく、1分の1ですけど。奥のもはるかでしたっけ。これ奥のははるかなんじゃないんですか。いや、多分、これ、この模型と、あの、アンテナの、あ、そうなんですか。あ、ごめんなさい。これなんじゃこれ。あれちょっと多分裏側行かないと。そう、その辺を作るレンズですね。はるかの上部をぶった切ってる構造なのかなって思ったんですが。これぐらいに説明があるっぽいんですか。はい。じゃあ次行きましょうか。申し訳ないですね。はい。次、じゃあ、すみません、どれ見ますか。次はじゃあ、短くにしましょう。はい。そうですね。はい。奥のパネルに明け止めと書いてありますが。そうです。明け止めです。名前は分かってるんですが、はい、説明が出てこないんですよね。ちょっと待ってくださいね。そういうところは大変ですね。まあ、もしくは、分かるやつからどんどん行ってしまうっていう手もありますけれども。しかも俺今これ見えてないんだよね。ハケボの、あ、オーロラ観測をしたんですか、この。そうそう。はい。276。あ、
はい、あけぼのでございます。あとでちょっと編集で聞いておいてもらいましょう。はい、はい、そうですね、先ほど話にもありましたが、オーロラを、オーロラに関係した、物理現象等のメカニズムといったそういったものの観測とかということを行ったのがこの、行ったじゃないですね、行っているのがこの衛星ですね。打ち上げられたのが1989年の2月の22日でした。先ほど言った MIU-5 というロケットの1個前の世代の、MIU-3S2 というロケットの4号機で打ち上げられまして、あけぼのはまだ飛んでるんですよね、確か。そっか、運用終了とは書いてないですよね。確かね、飛んでるはずなんですよ。なるほど。はい。たぶんね、1989年に打ち上がってまだ、そのはずです。それはすごい、あれですね。これは、模型はもう何分の1でしょう。書いてないですね。はい、何分の1でしょうね。あ、でも、どうするってことは、あんまり大きくない。大きくないですね。ね、高さ1メーターらしいので、5分の1ぐらい。もしかしたら、もう1回、それぐらいのバスとしてはそれぐらいだったんですかね。そうですね。はい、じゃあ、次行きましょうか。すごいグラグラですね。まあしょうがないですね。これ出しますか。じゃあこれを、はい、ちょっと待ってね。あ、そうです、インデックスです。はい、とある、いやいや、インデックスですね。レインウェイどこ行ったんだっけ。レインウェイがないぞ。じゃあレインウェイが、レインウェイがない。この方の人が一人あった。インゴロ、ですか。はい、例年はですね、これはちょっと変わった機体でして、小型の、衛星で、まあ、どこまでできるのかみたいな、今までやってきたような割と大きな、まあ、宇宙圏の衛星でそんなに大きなのはそんなにないんですけれども、それに比べても割と小型の衛星を使って、どういったことができるでしょうという、そういった実証とかそういったことを行ったのがこの例年の目的です。もともとこれインデックスと呼ばれてて、その打ち上げられた後にレインメイという名前になりました。で、打ち上げられたのが2005年の8月24日、これはバイコヌールから打ち上げられましたね。ドニエプルという、いつぞや確か CG の打ち上げで、宇宙公園の放送で大品種を買ったドニエプルですけれども、あれでオイセツという、これはキラリという名前が付けられましたが、そういう、これも日本の衛星です。まあ、そのオイセツという衛星と一緒に、乗っけられて打ち上げられたのがこの例名です。でこれが、1分の1なんですね。構造モデルと書いてありますが、これと、これにあと太陽電池がつけば大体同じ大きさになるというか、ほぼ実物大という、はい、こんな感じです。これぐらいの大きさです。紹介する方に動きをきますか。あ、そうですね。そうですね。あとここにダーッと並んでいるのが今までです。今までが、ここ3年、最近ですね。最近にこの JAXA 宇宙圏が打ち上げてきた衛星の各模型です。でもずらーっと見ていきましょう。こっちから太陽観測衛星日の出。で、赤外線天文衛星あかり。で、X 線天文衛星スダク。で、これも X 線天文衛星のアスカです。
こんな感じで、これも全部模型なんですが、たくさん仕上げてきましたよと。で、これはちょっと深く紹介すべきですかね。これは今の、あれですね、今回の、発言を調べた X8。あ、そうですね。人気のある、タイムさんの打ち上げた、リファイルとか。そうですね。ね、外せないところだと思います。はい。で、こういう感じで、実際は直接見に来ていただければよくわかるんですけれども、って、それ身を蓋もないこと言っちゃって申し訳ないんですが、ペンシルロケットから始まって、こういう感じでロケットが進化していきましたよと。で、そこから、枝分かれをして、液体のロケットもやってきましたよと、いう感じです。で、その固体のロケットで、今のところの、一番最新で、最強で、最後の機体がここに、ここに展示してある U5。となります。で、液体のロケットの、今のところの、その、主力となっているのがここにある、H2A で、これが暁を打ち上げた機体でもあります。で、ちなみにもう一つ隣にあるのが H2B で、これは、来年の1月の20日今のところの予定ですがに HCV の2号機、コウノトリですね、の2号機を打ち上げる予定の、ロケットです。ということで、じゃあまた次行きましょう。これ取りすぎちゃいましたね。まあいいや、関係者にしょうがない。あれは午前、あ、そうでしたか。そうなるかもしれない。これが、10分の1ですね。10分の1の大きさの模型です。で、これの10倍の大きさのものが今金星のそばを飛んでいるはずです。で、はい、これですよね。今日はメインイベントで。そうです、これです。これはこの間見なかったんですけど、今日来たんですかね。最近来たんですかね。これが問題というか話題になっている、セラミックスラスターです。今までは金属製が多かったんですけど、金属製セラミックの形を。そうなんですね。金属製だと、非常に言われているんですよ。金属製だと、耐熱性とか、あと、今まで輸入品が多かったので、その日本酒のやりやすさとか、そういったものっていうのにちょっと制約があった、難しかったんですが、セラミックで作ることによって、耐熱性も高まったし、で、また日本の技術で作れたので、今後、日本で作る際に、まあ、楽に、割と楽に手に入る。で、まあ、高さもですね、活躍ね、ちょっと、したと思うんですけどね、ちょっと反抗期があったみたいな。そうですね、そういうものです。それもね、どういう感じだったのかっていうのは、後々データが解析されて、そうですね、また、ご経験に生きてくるんじゃないかなと。そうですね。はい。これはですね、これはぬいぐるみではない。
編み物で、編み物のことですね。編み物で作られた糸くわクッションのようです。いいですね。はやぶさチーム模型が来てるじゃないですか。あれ来てたんだ。皆さん、あのはやぶさ2の模型ですよ。多分これ実はね、先週ですね、先週ここに来てるんですけど、でもなかったんですよね。ということで初めて見ます私も。形がそうですね、だいたいはやぶさを同じ感じで、あとからでは今回の赤月と同じヘルアンテナにパラボラアンテナから変わっているという感じですかね。そうですね。パラボラの方も健在ですね。ちょっと見にくいかもしれないですけど、実はすごい、はい、アメットマーカーなんですけど、他にいると5個あります。あ、本当ですね。あ、すみません、これも10分の1です。そうですね。ソウルエンジンの後ろに4つですね。かっこいいっすね。こういう感じで実現すればいいですね。あのサンとリンチでしたっけね。まあ、この施設でその話をしてもあれなんですけれどもね。ちょっとまああんまり状況が悲しくないというか、ちょっと予算がねみたいな感じになってるらしいので、ぜひ頑張ってほしいと思います。そのまま後ろ振り返るといいからですね。本当だね。イカロスです。で、イカロスと今日のあの暁は同じ時に同じロケットに搭載されて打ち上げられまして、で軌道も大体似たような感じに金星に向かう軌道に入りました。で、暁の方は今日金星の軌道に入るをやって、まあ、ちょっとどうかなという段階なんですが、イカロスの方はこのままずっと、多分永久には難しいと思いますが、とりあえず今後も取り続けるという感じになってます。これは何の準備ないでしょうか。どうでしょうね。これも模型です。そしたら、じゃあ皆さん、ミクミに行きましょう。ここにこの2つです。入ってます？はい。はい。今画面の真ん中に映ってるのが、その今日話題になりました暁に搭載されている初音ミクのプレートでございます。個人的にはね、これやっぱ好きなんですよね。あれですね、ちょっとパロッとやつですか。そうです、そうです、そうです。いや、本当にすごいですよね、署名のキャンペーンは。署名というか、集めたあれは結構いろいろ入ったんですけど、これちょっと全体をバーッとざっくりと流してみますか。まあ、みんな見るばっかりだと思っているわけじゃないと思うんですけど、はい、ビッグ以外にもですね、かなりたくさんの応募があったようなんですね。はい、スバル、なんか私昨日おとといか、はい、そんな感じのラリーとレッドコースしたのなんか、まあ、また見たなって感じですけど、はい、それ以外にも、はい、団体応募がプレートが、団体応募、ミクも含めて団体応募が43枚プレートが入ったようですね。でもプレートも一緒に金星に到着して、なんとか軌道に乗れるかなというところでございますね。はい。ミクだけ浮いてるぞっていう感じですかね。
まあ、これ、リニアさんのものが他にもあるので、そうですよね。そんなに、遠目で見ると、そんなに浮いてるようには、見えないんですよ。というのは、なんか、あれですかね、あの、ミクフィルターで、こう、補正されてますかね。ああ、かもしれませんね。はい、そうしたら、次いきますか。後ろ振り返ると、じゃあ、大隅さんがいます、ね。行きましょう。はい。それ3人ですか。はい、一応しますか。せっかくだから、それで最後に、外のロケットは見せたいんですよね。ああ、いいっすね。延長かけます。はい。その方がいい。延長していいですかね。延長しました。そしたら、説明説明して、外出る前に静かなところで、もう一回、まあ、途中から見てる人もいいかもしれないので、はい。はい。はい。よろしいでしょうか。はい。これ、大隅です。日本が初めて打ち上げた人工衛星。これは、2分の1スケールですか。中途半端ですね。これの2倍の大きさのものが、打ち上がったわけです。で、あの黒い丸の部分、球体の部分、あそこが実は、あれは、第4弾のロケットモーターに当たる部分で、そうですよね。で、なんでその上についてるのが一応人工衛星としての機能というか、あのビーコン出してるっていう。どうする本体。本体というかそうですね。で、一応でも軌道に乗ったのはこれ全部ですので、あの軌道に乗っちゃえば、あの夜間が乗ろうが下駄が乗ろうが、衛星は衛星ですから、あの別に太陽なんか乗っても問題はないとかいう感じです。なるほど。はい。で、多分あれ奥に転がってるのが多分ノズルなんじゃないかと思うんですけど、落とされる。多分ね、これもノズルの解説もありますが、多分奥に何で転がってるのか分かんないですけどね、ちょっとこうバーンと展示してほしいんですけど、奥に転がってるのがそのノズルです。なんか中途半端なタイミングで延長しちゃったんですけども、外を30分見るほどではない。まあ、そしたらまあ今中に静かなところにいるので、この中にいるところで、まあ、今来たって人もいるかもしれないので、午前中の、はい、まともまたセレさんの方から振り逃げします。セレさんの方から午前中のまともをお願いします。今日のどうですか。はい。では午前中から今まで、セレさん、はい、せっかくだからやっぱ朝月のマップにしましょう。あ、そうですね。ですか。はい。ではですね、また最初の繰り返しになりますが、午前中から今までの状況に関してです。今日の8時49分ちょうどにですね、OME という、この模型だとですね、下側になるんですけれども、この模型だと下側についているエンジンで、それがのノズルがこれなんですが、これが噴射が行われまして、金星のこの、ですね、この金星の軌道に入るために逆噴射を行いました。で、予定通りであれば9時1分にその噴射が終わって、無事にこの金星を回る軌道に入るはずだったんですが、噴射をしたというところまでは確実なんですけれども、その後ちょっと状況が分からなくなりまして、行方不明になりました。で、その後10時28分に暁からこれですね、暁からの電波が受信ができまして、なんとか生きてるぞというところが分かりました。で、ただ、光源アンテナというのはですね、金属であるキノコみたいなものなんですが、これがその老源アンテナといって、老源低利得と書くんですけれども、一番その情報量は送れないけれども、広い範囲にわたってバーッと送れるっていう、それ一番そのなんて言うでしょうね、確実にとりあえず情報は取れるよっていう、情報はそんなに量は送れないけれども、範囲が広く送れるっていう、そういうアンテナがついてます。で、そのアンテナで一応生きてるよということが分かりました。で、今現段階では、次の中利得アンテナ、
言葉についてですね、ちょっと中離得アンテナです。ローギーアンテナに比べると、その電波を送れる範囲が若干小さくなるんですけれども、その分情報量が割とローギーアンテナに比べるとたくさん送れるというアンテナで、地上とこの地球とその暁との通信を確立しようとしているところですね。それを確立できれば、テレメトリというですね、その暁が何時何分にどういう状況にあったかっていうデータが下ろせますので、それが降りてくれば今暁がどういう状態にあって、あるいはその通信が途絶した時にどういう状況にあったのかっていうことが、一応分かるんじゃないかという感じです。今その確率をしようとしている段階だということです。今のところ分かっているのはそれまでです。質問は質問答えられないですよ。中の人ではもう、という状況で、まあ、今のところ、どうにか逆襲噴射を成功させて、金星金星にとどまっている感じだろうと推測されるですよね。はい、ちょっと地球からものすごい勢いで飛んでいって、そのままだと金星を取り越してしまうので、金星の近くにこう回り込めるように軌道に入れるために減速をして軌道に乗ったかどうか。そうです、そういうことだと思います。はい、ということでちょっとそれが分かるようにしてですね、これの10分の1ですから、これの10倍の大きさのこれが今金星で溜まっているということです。個人的に一番好きなのはこの側面に、ちょっと映りますけど、側面にですね、鏡が貼られてるんですけど、これがオプティカルソーラーリフレクターといいまして、この探査機って太陽に、金星ですから太陽に割と近づくんですね。ですから太陽からの光っていうのは割と他の星に行く探査機に比べると多く浴びるので、この、オプティカルソーラーリフレクターというもので反射をさせることによって、この探査機内部の温度が割とその想定の一定内に保てるようにしているわけです。これを見たときに、宇宙戦艦ヤマトのクライマックスでデスラーの最後の攻撃をかわしたときの、ね、知ってる人あんまりいないと思うんですけどね、真田さんが秘書が潜んでて、ヤマト全体が鏡でコーティングされてデスラー砲が跳ね返されたっていうシーンがあって、ああ似てるなというふうに思いました。やっと調子が出てきた気がしますね。じゃあでもその調子でママどうしよう、中目が見ます、それとも、ここの下側がやっぱりね、最後の締めはそれを、そうですね、実物大エジスですよね、これですですが、もういっちゃいますか、閉めちゃいますか。そうですね、あんまり人も多くなってきて、あんまり声をかけるのが面白くないので、そうですね、一般のお客様も多くなってきたので、じゃあ、はい、最後の締めで、はい、実物大のロケットを見に行きましょう。通信がどうやら回復したらしいぞみたいなことを知りまして、それでまたニコ生やったりしてたんですけどね、いや本当にツイッター助かりました。お疲れ様です。いいですよね。そうね、後ろで記者がツイッター確認してると前で来る状態に、でもまだ分からんですよね。そうですね、カブリンがアンテナは正常のミニナルの方向を向いてる、地上局の予想局のアンテナは正常に向いてるっていうか、多分周回軌道に入れたんじゃないかなとは思ってるんですけどね、最終的にはやっぱりドップラー計測をやって、それで軌道を確定しないと分からないので、このまま例えば離れちゃったりしていっちゃったらどうするんですか。楽しいですよね。
ところがまだ場内で横目の状態ないまだ分かる。なんか1時ぐらいからまた説明があるみたいです。あ、そうですか。話したところ、中村君が出てきてくれるような話なので、分からない。また分かり次第というか、ね、ツイッターでということで。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。というわけで、今日行きましょう。MU3S2 という、宇宙犬が作ったロケットです。で、世代的には、MU5 が今もうなくなってしまいましたから、2世代前ということになりますが、はい、期待ですね。個人的にはすごくこうスマートで、そのついてるとで、カラーリングもかっこいいというので、一番の宇宙犬のロケットの中で一番好きな形の機体です。それでどうしましょうか、あの真ん中あたりが面白いんですけども、いけます？ちょっとミキス。ミキス。あれですか。車載が自己事故になってる。おー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 。ちょっと車載が怖い。怖い。緩んでる。はい、行こう。あ、なんか押した俺。ですね、上についてるてっぺんの、 あの変わった形ですけども、あれもまた、え、わかります？赤い先端のなんかそうですね、キノコみたいなありますけど、映ってますよ大丈夫ですか？はい、何かわからないあれがあの特徴の一つでして、あの交換することによって衝撃波が抑えられるという
ものだそうです。で同じようなスタイルというのは、他の機体だとどこでしたっけね、どこかの国の潜水艦から発射する弾道ミサイルで同じものが採用されてまして、そっちの方は、ラジオ のアンテナみたいにですね、最初は収納された状態で、潜水艦から発射されまして、で空に出た瞬間にそのラジオ のラジオのアンテナというか、先生が黒板刺す時に使う棒みたいな、ああいう感じでニョキッとキノコが先端から生えてきて、飛んでいくみたいな、そういう飛ばし方をしているロケットもあります。であんまりあれを採用しているロケットって少ないんですけれども、そういう数少ない構造を採用しているという点もこのニュース S のですね、貴重な萌えポイントだと思います。じゃあ次はもう、じゃあこっち行きましょうか。本命ですか。本命行きましょう。じゃあ、ちょっと大きいので、あれですね。大丈夫ですか。ということで、いよいよ、新道登場でございますよ。ありがとうございます。どうぞ。はい。これが、日本が世界に誇る、世界最強、最大、最高の固体燃料ロケットです。ミューファイブです。かっこいいですね。つまりですね、あそこミューファイブの下に2って書いてあるんですけども、これは一応2号機ということです。でなんで2号機がここにあるのかというと、これはあんまり喋ると悲しい話になるんですけれども、もともとその2号機というのはルナ A というですね、月探査機を打ち上げる予定で計画されていたんですが、こうやってロケット側はなんとかあったんですけれども、その、探査機側、ルナ A の探査機側にちょっと開発が遅れに遅れまして、結局打ち上げできないと、開発中止しましょうということになりまして、ロケットがこう余ってしまいました。で、その結果ここに持ってこられたわけですけれども、その時に側面にどう書こうかという時に、じゃあせっかくだから打ち上げが残念ながらできなかった2号機のその2っていう数字を書いてあげようということで、MU-5-2 ということであそこに書かれたという逸話があります。それからですね、あとは、真ん中の網の部分映ってます？はい。はい。あの部分がですね、ロケットミューファイブの第1弾と第2弾を、隔てているというか、ちょうどその中間にあたる部分です。で、実はですね、この第2弾の部分というのは、実際に地上で燃焼試験が行われたものでして、それを燃焼試験が終わったものをここに持ってきてくっつけるという感じで展示をしてあります。ですから、今、あそこのその網のようになっている、格子状になっている部分の隙間から、あまり良くないんですけど、ちょっとこう、顔を近づけて、いよいよ嗅いでみると、この固体ロケットのですね、コンポジット燃料というんですけども、この燃料が燃えた後のですね、どういうんでしょうかね。塩素の匂い、プールの塩素みたいな感じの匂いが、若干します。でこれは日が経つにつれてだんだん匂いが徐々に薄くなっていきますから、匂いを嗅ぎたいという人はですね、なるべく早めに、ここの相模原キャンパスまで来て、ぜひ匂いを嗅いでください。次はですね、どうしましょう。であと先端ですね。先端です。先端の部分ですね、これがフェアリングと言われている部分です。でこの中に衛星が入ってて、大気圏を出るまで衛星を空気抵抗から、保護している部品です。で、ここに使われているフェアリングは実はダミーでして、鋼鉄だったかなんだか金属製のもので作られてるんですけれども、実際に打ち上げに使われたミュー5はここが一部がコルクでできてました。コルクボードとかのコルクですね。なのでそれは多分軽量化と、あと、防音、外からのロケットのその防音が内部に伝わらないための、処置ということでコルクが使われていたんですけれども、あれ B 大さんだ、使われていたんですが、コルクはですね、その反面雨に弱い、水に弱いんですね。ですから、打ち上げの準備段階で、雨が降ってきちゃうとそのコルクに水が染み込んじゃいますから、あまりそのロケットにとってはよろしくないと。で、いつぐらいの打ち上げの時には本当にその水面のタイミングで、そろそろ雨が降るから、降りそうだから、ロケットを整備棟に戻そうかなって決めて戻した瞬間に雨がドバッと降ってきたというっていうことがあったそうです。でここにあるのはダミーですから、雨がいくら降っても構わないというか、構わないんですけれども、屋根が欲しいですよね。
やっぱり。まあでもこれは屋内に展示できる大きさじゃないでしょ。ですよね。でもアメリカのケネディ宇宙センターだと、あのサタン5の上に屋根があったりしますから、やっぱり、ね、長期間きれいに保護するって保存するっていう意味でも、だから屋根は欲しいですよね。欲しいですよね。本当に。こういう感じでございます。ミューファイブ本物ですよ。本物が見られるのがここだけです。こういう感じですね。はい。はい、何か、ビーダーさんの方からお話でしょうか。またビーダーさんです。あ、どうも。そうですね。じゃあビーダーさんにまた今日の午前中の総括をしていただいて。はい、そうですね。はい、それで締めたいと思います。そうか。めちゃぶり。めちゃぶりされたな。はい。今日の総括。いや、もしかしたら岩下さんいるかもしれない。あ、岩下さんいるかも。はい、今日はね、赤土が金星軌道投入ということで、一時通信弾のまま復帰せず、ヒヤヒヤさせられましたが、とりあえず通信回復して健在ということで、まだ軌道がどうなったか、このあと1時から発表があるらしいんですが、うん、まあそれの状況を見ないとまだ油断は全然できないんですが、まだ希望は残されてますし、ヒヤヒヤ油断はならないですけども、ぜひうまくいってほしいなという状況ですよね。はい、ということで、今日は攻めるお母さんの素晴らしい解説をしてくれたみたいです。やっと調子が出てきました。さっき暁の解説であのヤマトの話をしてようやく、うん、持ってきたからみたいな。遅いですね、スロースターターで。ね、そう、いつもそう放送するとき、ね、そうなんですよ。あの最後で盛り上がる。そうそうそう、30秒前で、みたいなね、あの放送枠が終わる。申し訳ありませんと。いつもこんなんでございます。こういう感じです。ね、てか、初の顔出しですけどね。ね、あ、どうでしたっけ。そうそう、顔出し。そうですね。あの、ユリズナイトの時は若干引きでしたが、あの、ね、黒子みたいなもんでしたから、こうやってメインに出るのは初めてでございます。もう、なんて書かれてるか怖いですね、本当に。ちなみに今日ね、あの猫ビデオさんや攻めるさんはこの通り、あのプレスで参加してますから、僕は単なる一般人の本当に通りすがりのビデオでございます。通りすがりでございます。え、これは普通枠内に30分まで、あとまで15分あるんですけど、うん、まあその1時からの放送とかなんかあるようだったら、うん、とりあえず中で準備、放送できる準備をしたいなと思いますので、うん、まあ、なるほど、小田さんがオチをつけてくれるということなので、はい、はい、落ちたところでとりあえず一旦終了して、まあ私たち今日一日中ですね、相模原の方に、はい、夜中まで、はい、連れておりますので、はい、何かありましたら即速報として、そうです、宇宙に使わせていただきますので、はい、ぜひ、はい、今日は、まあ、今日もですね、はい、はい、宇宙国から目が離せないのということで、はい、はい、ありがとうございます、はい、ご期待、そうですね、ご期待くれば、はい、すみません、忙しくて。って感じです。はい。じゃあ、最後の締めの一言を。お願いします。はい、フリンゲ。ふふが、本当にむちゃぶりだな、俺。いや、宇宙コミュー、こういう真面目な放送もあるし、もっと緩い放送もいろんな放送あっていいと僕は思ってますんで、まあ、みんなはね、こういう宇宙が好きな人が集まって楽しくニコニコやれるのが一番いいじゃないですか。ね。なので、多分、今日の暁の発表も最終的にはニコニコできることだろうと思っております。はい。ということで、はい。皆さん放送お疲れ様でした。見てくれた方もありがとうございます。今後もまた見てください。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。では、そうですね。じゃあチャンネルはそのままで。そのままで。はい。では、1時間何か発表があって、そうですね、放送できそうな感じであれば、放送を行うという形で、行きましょう。では、室内で、はい、じゃあ、自分の師匠、いつでも放送できる体制の準備を整えてやっていきます。はい、はい、それでは、よろしくお願いいたします。お願いします。写真はあるじゃないですか。あ、そうですね。というわけで、じゃあ、そういう練習を、もう、じゃあ、ここは、そうそうそう、みんな、あれですよ。室内で食べても面白いしね、外。